皆さんおはこんばんちはです、パパシです。今日は今バラバラにしていってるサンサンセドリックさんのですねキーシリンダーをはじめ、まあ取れるごまごましたやつをですね、車内のごまごましたやつを社長に取っていってもらいたいと思います。お願いします。私は助手席から行きます。とりあえず、はい、貯金ばっか言われてるからこの狭いところの大変です。押し込んだところで、はい、で、まあちょっと、これな、これいくだこいつも邪魔、まあ、配線もあの、はい、綺麗に取った方がいいから、取ってもうてないんだけど、こいつが結構団子になってる。普通あのピン抜きでちゃんと抜いてやん、こうやって、はい、こうやって、うん、でまあこれ多分キーのパーキングのスイッチかライトかなんかやと思うね。はい。はい、この細い赤と、うん、うん。そう。はい。でこいつはもうプラスで。キーシリンダー。はい。これね。4本。うん、4本。はい。これカバー外したらボソッと落ちるから引っかかってるから。これか。このチョコで引っかかってる、うんうん。はい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 。4本ね、左右に2本ずつです。抜いたら、うん、ちょっとごそっと落ちるから、はい、これ抜けへんのかな、これ抜けたはずやけどな、それだけ多分キーリング抜かなあかんのかな、うん、まあ、ちょっと、ちょっとこういう感じでブラブラブラってすごいな、これごとか、うん、そう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 、はい、昔のやつやったら、うん、押すところがあってあれやねんけど、ちょっとこの黒いやつを取りたいんだけど、うんうんうん、よいしょ、このリングな、これは反射してるだけでこの玉で、ね、これ、うん、あ、これか、うん、これ線ちゃうわ、あ、こっちや、これは、うん、回したら、ね、あ、だいぶ、まあ普通の玉と一緒よ、はい、でここでカップラーで抜けるから、はい、こいつは中で流用できるように、はい、一応玉うっすらついとったから、はい、なんか流用できるやります、うん、なら抜けるカバーが抜けます、うん、で昔のやつは、うん、このシリンダーがバシャッと抜けんだけどな、うん、ここだけね、こいつは抜けへんな、もう一体になってる、うんうん、そうで、うん、こいつがあれになってるからちょっと、はい、この UFO みたいなやつがいいこいつね、うん、見えてるってことで UFO みたいな2つあるやん、そこの下も、あ、おるなおるな、はいはいはい、こいつをパーンと取ったら、うん、でこれ純正はなんか工具が8ミリか10ミリかついてて、はい、グッとやったら折れて、うん、先の真ん中がなんか折れたみたいになってるの、うん、こういう感じの、これでもまあまあ見えると思う、ね、こんな感じ、うん、これを、はい、まあ言ったら、うん、ここにポンとして、ちょっと、うん、回す方にちょんちょんちょんと叩いて、あ、ちょっと待って、ボケて、一箇所これで穴開けて、うんうん、横に叩けるようにして、はいはいはい、左回しにね、はい、まあ、それはちょっと回せるようにすんねんな、動画撮られへんちょっとしどかった、はい、まあそんな感じで、まあ、外してから OK、 これ、うん、外に出してからしたかったんやけど、あ、狭いんです、業務妨害のやつが、そうなの、大変なのよ、今見えてるかな社長、その電気でいけてる、うん、今な開け中、はい、あの円盤みたいなやつ2つ目取ってきました、取ってないで、まだまだ取りかけ最後取りかけ、硬いわ、長いわな、長いんや、
それ、まあ、東南防止やからな。そやな、うん、そこはまだしっかりしてくれてるんやろうけど大変だよ。でこういうね、詐欺じゃない、一番好きな見せようと思って好きな形やな。何短くて太い何を な, な形してるやんか知らんけど何言うてあれどこ行ったパンチ、えパンチどこ行ったそこら辺、あ、おれおれ、あの緑のちっちゃいの横で、ここをまっすぐ叩いて、はい、で、横向きにカン、うんね、ちょっと回したら、こういうラジペンとかで挟んで、ね、はい、回してもらったら、これは上に引っかかってるのと差し込まれてるから、はい、このまま横に、あ、これ1個キーシリンダーがあれ、忘れとった。あー、カップラ、うん、抜けた、ね、抜けたね、うん、はい、これでメインのキーシリンダーが取れます。トヨタとかは、はい、キーを、うん、オンにして、はい、アクセサリーかな、うん、プチッと押したらポッと伸びるからな、うん、あのなんかでここポッとなで、うん、こいつはここな、ここはあの、はい、ピンになってるからだからピン抜きで、うん、こういうピン抜きでぶち抜いてもって、うん、また入れて、あ、後ろからか、うん、そう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 、はい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 、うん、貫通タイプやもんね。そうそう、貫通タイプっておかしいけど、これが黄色く切り抜いたら面白い、うん、へ、まあ、これはこれでだけで売ってもいいかもからね。お、売る、うん、販売しちゃう、ね、うん、はい、営業妨害もあるじゃない。そうやで、もう大変や、うん、なこれはこれで売ろう。はい、こんな感じでキーシリンダー取りました。他は、まあ、とりあえずこれだけ。オッケー、はい、今日はこんな感じでサンサンセドリックさんのメインのキーシリンダーの外し方をやってきました。あれ取るには何がいる？ハンドルとか取らなかった、ポンチと、まあ、まあ全部取らなかった、あのブヒブヒ、あのカバーとかやんな、コラムカバーとか、このなんかこうバーッと全部、まあ全部取った方がいいわまあまあそこら辺の外し動画はまた別でやってますのでね、よかったら一緒に皆さん作業の参考にしてください。お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。